ニュースポストセブンです。税金滞納の理由を直撃しました。シャズナのボーカルのイザムさんが自宅の土地と建物を1年間差し押さえられていました。コロナによって舞台やライブなどを自粛し、公演の赤字は自身で負担していたというイザムさん。イザムさんは納税のお支払いを待っていただくことで税務署様にお願いをいたしました。その後、期間を設けて分けてお支払いしていくことになったという経緯がございますと説明しました。すでに全額納付され、差し押さえは解除されています。ニュースポストセブン。